します。山田選手ね、はい、堀田選手がですね、はい、まあ、L1 出てからですね、すっかりその、はい、なんて言うんでしょう、こう、そうですね、ストロンゲストというかですね、そういうイメージというのをかなり植え付けてきたなという感じがしますよね。はい、まあそして今日のこの対戦相手のレジ、一体山田さんどんな戦いになるかというのは、2人ともというか、まあ、堀田さんも体大きいですよね、はい、レジーはそれに上回って大きいんで、どんな風に堀田さんがレジーを、うん、もうレジーはもうスコット・ノートンとかね、ベーダーっていう感じがするでしょ。そうですよね。おっと、なんとなんとマウントポジションから顔面へのパンチでしょうか。あっと、このレジーあたりもですね、L1 みたいなアルティメを戦うつもりでこの一戦に臨んでるというところがありますから。あ、そうですか。おっと、今度はアルティメットの女王は私よと言わんばかりにですね、拳を振り上げた堀田由美子。まあこのレジあたりがですね、ああいった L1 みたいなものに出たらまた面白いですよね、これね。面白いと思いますよ、やっぱり。グンタ連行と やらしてみたいですね、これね。あ、大丈夫でしょう。あ、さあ、ローキック、ローキック、強烈3発で倒していった。今の堀田はこの丸10年のレスラー生活で、今が一番かっこいいんじゃないの。今が一番かっこいい。今が一番かっこいい。さっき目を細めて出てくるよく目を細めてますけど、はい、堀田選手が光り輝いてんじゃないの今の。まあ、ジャパングランプリでのですね、まあ、堂々の12点、そうですね、まあ、単独ね、ぶっちぎり1位って感じでしたけどね。まあ、ジャパングランプリでもその、まあ、強さ、本当に強い思い、まあ、そういった力強いというかね、そういったイメージを完全にファンに定着させたこの堀田由美子。わーっと、これは痛い。堀田選手、これ白のコスチュームはまた黒の方がいいと思うんですけどね。ニューコスチュームですね。白太って見えますからね。あ、そうです。なんとなく、うん、堀田選手割とこういうビッグマッチで白を着用なさるんですよね。はい、あ、そうですね、割とね、好きでしょ、はいはい、白に堀田なんて前に入ってるやつですとか最近アルティメットでやったなんていうんですか、ももまでパンツが着てるやつありますよね、はいはいはい、あのイメージだったんで、今日このショートなんでちょっとびっくりしました。久しぶりにね、はい、水で頭濡らして黒い格好出てきてかっこよかったじゃないですか、うん、アルティメット系。お、はい、なんかレジーも今日はアキレス腱固めか、こういう戦いを、ね、うん、珍しいですね。なんかこってりとストロングスタイルレスリングを楽しもうかと、そう言わんばかりのね、このレジーベネット、この試合用なんでしょうね。はい、まあ、本当だったらレジはレジらしく、うん、縦横の動きで、うん、縦横無尽にやった方がレジらしいとは思うんですけどね。はい、そうですね。何でもできるようになりましたよっていうところを見せたいっていうのはあると思うんですよ。なるほど。あ、でもロープワークもありますね。ああ、うまく足を取らして円錐切り。山田選手、堀田選手 L1 出る前とですね、出た以降っていうのはやっぱりこう肌合わせてみて如実に違いっていうものは現れてましたか。やっぱりなんかこう試合の運び方とかも L1 が入ってるっていうか、はい、L1 入ってますか、わかります、L1 入ってる、なるほど。まあしかしこの堀田選手もですね、一時はちょっと低迷した時期もありまして、まあこの後どういう展開になるんだというね、山田選手ことも言われましたけれども、お聞きしたいんですけど、やっぱ低迷って今佐々木さん言ったけどね、低迷する時期ってあるんですよね、レスラーね、多分、うん、まあ自分はあんまりこう励ましちゃいけないですけど、なんかみんながみんなこういい時ってないじゃないですか。はいはいはい、はい、まあ、それぞれ、はい、うん、山田氏は今すごい悪い時ですね。すごい悪い時ですね、うん、しょうがないですね、はい、まあでもまたねブレイクするでしょう、山田さんも、はい、そのうち頑張ります。そのうちって言って失礼ですけども、近い将来さあ逆水平から、これもまたマウントポジション、マウントポジションでフォール入るところが結構これ、うん、本当山田選手じゃないけど L1 入ってますよね、はい、入ってますね、ガードポジションだあ、試合展開が本当に何かこの L1 してますね、アルティメットしてますね、なんかね、カウントに走りがレジ腕を取りながら、ああどうですかこれ、レジかなりまたシェイプアップしました、ひょっとして少しは絞れてんでしょうね。なんかそんな感じがしますね。言ってました、水着が緩くなったって。あ、そうですか。じゃあ本当に痩せたみたいですよ。だいぶスピードアップしてる、ね。あんまり痩せてもレジベネットつかんじゃないですね。まあその100
10キロですか、この巨体。もっとあるような感じしません、なんかでも、うん、うわこれはちょっとね、掘ったいくら掘ったでも無謀な手四つでしたけれども、何をするんだろう。さあ、おーこれがあーおー豪快豪快、これが見られる。わあ、ダンクプロレスも顔負けであります。超ド級のボディープレスカウント2。説得力すごいですよね。もうこれ以上の説得力ないでしょう。いいですよね、ただ落ちるだけで、そういうの、ただ落ちるだけで。いやでも高いところから持ち上げて、でかい人が、これもすごいですよ、これもすごいですよ。うわすごい、プロレスが甘くなってですね。ホッタもやっとこさ、どっこいしょって感じで返しますけれども、今のような戦い方がレジじゃないですか。まあ、やっと自分の土壌にですね、このホッタを引きずり込んでいこうという、そういった戦法に変わっていくんでしょうか。さあ、レジメット、超ド級のパワーサポがここまでは炸裂している、ホッタを圧倒している、そんな展開であります。本当はレジの明るいキャラクターでいうと、おお、なんだ、おお、こういう点があったか。いやいや、トップロープから何かこの DDT のようにね、首根っこを引っ掴んで、いやいやいや、場外へ真珠であります。さあ、カメラの方に、あーっと鉄柵に飛びつけて串刺しのラリアットを狙ったが、うわすごい、なんか普通のことのようにドカンというね、なんか丸田んぼ振り回してるような感じですよね。体があるっていうのはいいですね。はい、やっぱり山田選手あたりもその体があるっていうのは羨ましいななんて感じるときありますか。まあそれはありますけど、まあ、うん、ないならないなりにいろんなことありますからね。そうですよね。いや今度は椅子、テーブルを持ち出してきた。うん、何か嵐の予感がしますよ、この試合。この上に、ああまさかここにボディープレスするんじゃないですかね。なんかやりそうですよね。ちょっとやめてください。あ、よかった、あ、パイルドライバーかな。何するこれ、ね、パワーボムでもやるんですかね。ああパワーボムだ、パワーボムだ。パワーボム落とす前にこれ机の足が、足首は大丈夫ですかね。あ、今下半身取られましたよ。あと堀田選手が机の角に後頭部、これ9-2出してますね。危ない危ない。あ、レジどうやら大丈夫か。レジは大丈夫か。ちょっと堀田の後頭部が心配であります。あ、机攻撃というのもね、やはりこれだけ体重があるとですね、技を仕掛ける前に崩れてしまうという、なんとも皮肉な結果になってしまうわけですけれども、机の足がいっちゃったんですね。そうですね。山田選手はこのレジとはですね、はい、まあ、おお、うまく体重、ああ、なんでしょう、なんでしょう、ああ出ました出ました、頭突き頭突き。この堀田の頭突きといえばですね、あの遠藤を、あの顔がもうこんな腫れちゃったね。遠藤の顔をですね、3倍ぐらいに腫れ上がらせてしまったという驚異のヘッドバットでありました。なんと大胆不敵にもこのレジにも見舞っていって、浴びせ蹴りニールキック。ああ、どうやら堀田が自分の土壌に完全にレジを引き込んでいくのか。うん、ここはもうずっとホッタペースですね、はい、さあどうか、カウントは2。休まない方がいいんですよね、掴みかけるか、ね、格闘路線へとひた走るホッタ由美子。これはどうだろう、わこれはどうだろう、さすがに重いか、おお顔面に何気にえげつない蹴りを一発入れておいて、さあニュートラルコーナートップロープ何があるんでしょうか。ニールキックかな。あー、ニールキックだ。顔面を的確に捉えていった。さあどうか、カウント2。まだだ、レジ大丈夫じゃないかなという感じがしますよね。そうですか、ね、山田さん、レジとね、そのオールパシフィックの巴戦なんかで、はい、かなり死闘を展開したわけですけれども、はい、スタミナとかですね、そういった面というのはかなりどうですか、はい、良くなってきてますか、レジは。スタミナってなんかパワーの方に目が行き過ぎちゃって。そうなんですよね、はい、でも他の軽量級の日本人選手とそんな変わんないぐらいが時間も、うん、あすごい動けると思うんですよね、レジ、カウント 2.5。 やはり一発一発のダメージが重いですね、このレジの。お、ラリアットをうまくかわして、あ、今度は戻った、デンジャラスであります。びっくりした。いやいや、今何でしょう、頭からタイムドライバー崩れたのか、
それとも頭から垂直落下を狙ったのか。まあこのレジの体重ですとですね、あのそこから振り子式にフォアボールの体勢に持ってくるのはちょっと難しい感じがしますのでね。シリスラム、シリスラム、これも豪快。なんかどの技やってもフォール取れそうな、そういう印象がありますよね。はい、得意技シリスラム。さあここからレジラックへと移行する殺人コースが待っているのか。これですよ、いやスーパーフライじゃないですか。ボディープレスだ。しかもトップロープから行くのか。お、後ろ向きの、あ、後ろ向きですね、後ろ向きですね。あ、何を狙ったのかちょっと見たかったような気がしますけれども。あ、何でしょう、後ろ向き。あー、ちょっとアピールしてる暇はないぞレジ。早く技を仕掛けないと。なんとお尻に小手、お尻に小手、的がでかいという感じがしますけれども。お、何でしょう、堀田選手、まさかカリビアンスプラッシュをこの体勢から狙おうというのか。後頭部にパンチを打って、あー、今度はエルボーを逆に返していった。レジーは何があるのか、レジーは何があるんだ。ニュートラルコーナー、ちょっと技が停滞している。どういった展開が、やっぱでかいもん同士って感じがしますからね。そうですね、うん、でか、あ、これはカリビアンスプラッシュを大胆にも狙おうというんでしょうか。これでも危ないですよ、腕が回んないのにね。え、トップロープですよ、しかも。さあ投げること、あー、あー、危ない、うわ、すごい、デンジャラスであります。カリビアンスプラッシュをなんとレジーに、おー、カウント2で返した。これはレジー未知の世界に今突入しましたね。頭から落下しましたしね。こんな投げられ方おそらくしたことないですよね、レジーは。体重があるから余計ですよね。余計ですよね、僕大怪我するかと思った。あー、ピラミッドドライバーまで狙うという。いやいや、ホットのパワーもしかしまあ恐るべし。しかし、しかし、まだレジーも死んではいないぞ。まあ、レジーもなんといってもですね、今現 IWA のね、今何チャンピオンですからね。ラリアット一発。お、ボディスラムから。じゃあやっぱトップロープ行きましょうでしょ。来ましたよ、来ましたよ。セカンドロープかな、最初は。セカンドロープですかね、まずはね。段階を踏むんですよね、この人。うわー、飛んだ、すごすぎ、すごい飛距離であります。落差十分、危ない危ない、危ない。格闘場を掘った空中のフォームが美しいですよね。この時反りますからね。反りがすごい。いやいや、この体格、この体重からは信じられない、この動きであります。スイングしているぞ、危ない、掘った由美子、危ない。すごい、なんか今綺麗でしたよね、あの美しかったですね。堀田選手もよくカウント2で、はい、ね、完璧に決まってました今。今度はトップロープでしょ。いや、距離すごいありますよ、はい、これね。この人リングの中央よりも向こう行けるって言ってました、自分で。距離すごいですよ、山さん。結構この体重で飛びますから、反りますしね。わー、ちょっとデンジャラス、うわー、すごい、もらった。あー、バンジキュース格闘場、危ない、危ない。いや、レジーはこれもう3カウント間違いなしって感触ありましたよね、これね。誰もなんか跳ねのけたことないんじゃないですか。ないっすよ、あのトップロープものは。山田さん、ちなみにトップロープものは食ったことあります？食ったことないですね。多分レジー初めてじゃないですか、返されたの。あー、もう一回いきますよ、ね、もう一回いく。いや、レジーのこの跳躍力もすごいですね、これ。危ない、あー、危ない、かろうじて残した、かろうじて首の皮一枚かわしていった堀田由美子。生き返ったのか、顔面へ蹴り2発。おっと、レジがちょっと誤爆の後遺症もあるのか。あの、またあの使い果たしちゃったっつう部分がありますよね、レジ。あ、えげつなく低空のニールキック浴びせ蹴り。おっと、お、ふたりと、あ、今のはどうしたんでしょう、レジー・ベネット。山田さん、はい、いいとこ入ったんですね、きっと先ほどのあのニールキックが、はい、ははは、蹴りって入りどころによってじゃないですか。なるほど、一瞬どうなんでしょう、脳震盪状態で、そうですね、カウント3入ってしまった、はい、そんな感じもしましたね。そうですね。
ちょっとなんでしょう、レジーも負けた気がしないというか、そんな感じが、はい、するでしょうね。ちょっとただあのトップロープからのスプラッシュを 2.5 ですか、はい、ぐらいでしのいだ時点で、はい、あの割と堀田選手のスタミナ勝ちというか、その、はい、頑張り勝ちが決まっちゃってたなというような気がしますね。まあレジーとしてもですね、トップロープからのボディープレスを返された時点でちょっとまあ手詰まり状態というかね、まあその後の展開というのが難しかったというのもあるんでしょう。その辺の精神的な焦りがあの誤爆、そしてフィニッシュへとつながっていったわけであります。あ、面白い。今の何あれ、何ですかね、ポンポンポン、面白かったですね。まあ、あのね、アメリカ人よくやりますけれどもね、